ムルシアは、スペインムルシア州のムニシピオ。ムルシア州の州都であり、人口は、約42万人で、スペイン第7位。衛星都市を含めたムルシア都市圏は56万人で、都市圏としてはスペイン第12位。セグラ川に面する。825年、ムルシアは、メディナとムルシアという名前で、アンダルスを支配した後ウマイア朝のアミール、アブドアラフマーン2世によって建設された。 アラブ人は、セグラ川の流れの利点を活かし、複雑な考え用水路のネットワークを作り上げた。これによって、町は繁栄し、近代の灌漑システムの先取りとなった。12世紀に、アラブ人の地理学者イドリースイーは、この町を人口が多く、強く要塞化されていると述べている。コルドバのカリフが倒れると、ムルシアは順に、アルメリア、トレド、セビリアの支配下に入った。 1172年、ムワヒド町の支配下に入ったが、1223年から1243年までは、独立した王国となった。1243年、カスティーリア王フェルナンド3世の息子アルフォンソに、引きられたカスティーリア軍は、ムルシアを奪い、多くの移住者が、北カスティーリアとプロバンスから移住した。1296年、ムルシアとその領域は、 アラゴン王国に引き渡されたが、1304年、トレラス条約によって、最終的にカスティーリアに編入された。18世紀、ムルシアは絹織物業によって繁栄した。教会や記念碑の多くは、この時期に建てられている。ムルシアと周辺の地域は、1651年、1879年、1907年に、洪水の被害を受けたが、堤防の建築は、 セグラ川を水路の中にうまく止めている。有名な歩道マレコンは堤防の上に引かれている。1829年、ムルシアは地震に襲われた。約6000人の死者が出たと推定されている。1838年には、ムルシア県の県都となった。1982年には、ムルシア県単独でムルシア自治州が成立し、ムルシアは、ムルシア自治州の州都となった。 ウエルタ、または、ムルシアの菜園として知られる、豊かな低地の平原のほぼ中央に築かれている。その平原は、セグラ川の谷を含み、右手には、支流のグアダレンティン川が流れ、山地に囲まれている。ムルシアは、地中海性気候の影響を受けた、ステップ気候である。地中海に近いために、半乾燥、地中海性気候と一般的に称され、 夏は暑く冬は温暖である。降水量は少なく2004年10月から2005年9月の1年間に観測された降水量は200ミリメートル以下だった。ムルシアでは農産物の生産が盛んである。パプリカはドゥシテーヨーロッパのスーパーマーケットではムルシア産のトマト、レタス、特にレモン、オレンジがよく見られる。最近では 居住観光が注目されている。北ヨーロッパの多くの人々が、洋光豊かなムルシアに別荘を持っている。南方のカラスコイ山地から見たムルシア市街カテドラルは、1394年から1465年にかけてカスティーリャゴシック様式で建てられた。1792年に完成された塔は、スタイルの混成を示している。最初の2階は、 ルネサンス様式で3階はバロック、小塔はロココと新古典主義の影響が見られる。ファサードはスペインバロックの代表作とみなされている。他にカテドラル前の広場で有名な建物にはカラフルな主教館や建築家ラファエル・モネオの手による物議を醸した新視聴者がある。セグレ川沿いのグロリエタは伝統的な市の中心部で18世紀に作られた。 景色の良い場所である。アユンタミエントはここに位置する。歩行者用の区域は旧市街のほとんどを占め、中央にプラペリア通りとトラペリア通りがある。トラペリア通りはカテドラルからサントドミンゴ広場に通ずる。トラペリア通りには1847年に社交場として作られたカジノがあり、その豪華な室内にはアルハンブラ宮殿を意識したムーア式の中庭がある。 スペインでは、ムルシアの聖春館の祭りは有名である。フランシスコ・サルシーリョによる実物大の彫刻が美術館から引き出され、花とろうそくに飾られて、街中を優雅に行列する。これらは、キリストの達形に至る事件を描いた彫刻である。聖集館の後で、最もきらびやかな儀式は、聖集館の辞衆に、ムルシアの人々が、伝統的なハータノの服を着て祝う。 バンドをデラウェルタで、その次週には、インティーロデラサーディナのパレードが行われる。ムルシアから南東3 5トルのサンハービエルに、ムルシアサンハービエル空港があり、市内中心部からは、車で30分の距離である。マドリード、バルセロナからの、近距離便やイギリス、北欧からの格安航空便が飛んでいる。ムルシアへの旅行には、7 0トル離れた。 アリカンテールチェ空港もよく使われる。鉄道を使うと、マドリードからは4時間強かかる。ムルシアには3つの大学がある。ムルシア大学、カルタヘナ工科大学、3、アントニオカトリック大学である。公式観光。ありがとうございます。